砂だこ俺。はい。はい。こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日はどちらに今日はいらっしゃいますでしょうか。実は、大阪に来ました。おそして、ここが FR2 の新店舗。新斎橋店です。すごい、マジで。この鳥いいですね。うん、この鳥は、これも鳥居がこのもう名物じゃないけど、これあの伊勢神宮の鳥居を作ってもらった人たちに作ってもらった。すごい。由緒正しい鳥居です。レプリカじゃなくてね。レプリカではないです。いい。そもそもなんで鳥居を作ろうと思ったんですか。これね、だからやっぱ。なんていうの、我が、メインなんで、京都店で一回そのお祭りの感じを作ったんだけど、まあ、ちょっと物足んないなと、うん、でこの大きいお店やることになったから、これはもう入り口に取り入れようみたいな、うん、ということで。いいですね、みんな目引くし。確かに、その発想めっちゃいいですね。日本語ってね、うん、中もご案内していただけますでしょうか。はい、そうです。これあの、はい、なんだっけ、狛犬の代わりにウサギが撫でてってください。撫でたらご利益あるかもしれない。これちゃんと石でできてる。はい、本当に石でできてるんですか。多分。違うかもしれない。あんまりで強く叩かないでほしいから。確かに。撫でるだけにして。違うかもしれない。ラッキーウサギ。ね、はい、右と左でちゃんと形も。はい、オスとメスで分かれてます。本当ですね。はい、FR2 のマーク通りに。そうです、そうです。で、中に入ると入り口にここにあの提灯がありまして、うん、こちらの、はい、一応スポンサーコーナーになってます。はい、はい、であのスポンサー入れていただいた、広告入れていただいてる方たちの、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今こっちだけかな。あ、そうですね。はい、これまだ募集中ってことですか。募集中です。まだこれだけ空いてますんで。この提灯もめちゃくちゃすごいんですよね。でしょ、あの写真撮ると虹色になるみたいです。マジ？はい。ちょっと社長撮ってみてください。それたまたまなんじゃない？写真撮ってみてください。マジで。ああ、こういうね。はい。お、電気がほら流れてる、すごい。なんか反射して見えなくなるとかじゃなくて。はい、そうなんですよ。そんな細部までこだわりが。いや、こだわってない。たまたま電気が流れてる。スナックこれ。そしてこちらフロアなんですけど、はい、これ基本的に元々の建物の壁はそのまま生かして、うん、何も塗ってない。何もしてない。むき出しの状況。これあの京都店、このお店の1個前の京都店で試したんだけど、はい、その元々の壁をそのまま生かして。そこの前にこのガラスを貼ってまっすぐにするっていう、うん、そうするとこうなんか古いあの天井見てもらったら分かるんですけど、はい、このなんか古いこれ古い梁がそのまま使ってるの、うん、この現しの古いものとちょっとこう新しいもの この融合じゃないんですけど、はい、コンクリートのところはちょっと新しい感じとなんかサイネージもね、光量が高くてそうなんですよ、ミックスしてる、うんうんうん、そういうのが好きですもんね。なんか伝統と、ね、新しいもののガラスを引いてまっすぐにすることによってお店が作りやすいっていうか、うんうん、余計な出っ張りを作らない方があの、うんね、作りやすいでしょ。しかも開けててお客様もなんか、うん、外から入りやすいかもしれないですね。中の様子が見えて、でも間にこうやって鏡があったりとか、ね、大きい見やすい鏡が、はい、そう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 、社長の一押しは、あ、ひびかさん。ここが大阪限定の、ね、これすごい人気らしいです。あ、そうなんだ。たこ焼き。あ、かわいい。あ、たこ焼きだ。あとね、ここがあれですよね。コラボで。ここがカウンターですね。レジカウンター。ここレジカウンター。買いたい人はここに並んでいただくということで。あとこれがね、社長が今一押しで入ってる。あ、そうですそうです。これ今仕入れでやらせていただいている、うんうんうん、はい、これ。ゴエモンっていうゴエモンさん、はいはい、昨日ぐらいからかな、はい、ちょうど昨日入りました、ね、入りましたかね、はい、これすごいいいです。歩きやすいですか。歩きやすいかどうかは履いてみてください。
なんで濁すんだろう。でもほら、これね、やっぱ外国人がさ、うん、好きだから、うん、あの、うちのお店外国人多いんで、はい、まあ、結構親和性高いので、いうことでやらせていただきます。確かに。はい、これおすすめ、すごい。なんか普通の下駄よりも歩きやすいし、絶対絶対。そうそうそう。そうなんです。いいですね。はい、でこちらにはお母さんのコーナーが、はい、こだわりのね、社長も今入ってる。そうですそうです、よかった。ここラインでブルーでこう、うんうん、コーナー作らせてもらって、他ブルーに、はい、そうなんです。ここでね、試着してもらって、皆さん、あ、確かに確かに、そうです、大好きですもんね。もう出張に行くときは、いや、もうね、他以外は履けないかも。そんなに違いますか。あの、やっぱね、疲労度が違う、全然。一日歩いた後の、歩いた後、へ、どうですか。確かに、ヒミカも今日はちょっと違うんですけど、ね、でも出張の時、ね、めちゃくちゃ軽いし、柔らかいし、ね、はい、なんかさ、疲れないでしょ、普通の靴より、全然、うん、軽いんだ。軽い、うん、まあ、軽いし、めちゃくちゃ本当の軽いあの、なんか多分違うと思う、普通のスニーカー。ソールが違うんですかね、うん、本当に疲れにくい。おすすめなのでね、うん、ぜひ夏はサンダルもあるので。そうなんですよ、いいですね、履いてください。ほうほうほう、スナック俺。じゃあ2階に、あと2階に行きましょうか。2階じゃない、これ 1.5 階です。 1.5 階、はい、これ上からのこう眺めもめちゃくちゃいいですよね。確かにね、ひみかさんのおすすめスポットなんですね。わ、確かにこんなに広いんだ ね。もうシャッター閉めちゃって。あ、そうですね、はい、うん、まあ、もう11時過ぎてますね。はい、すいません、夜までねお付き合いいただいて、はい、はい、で、1.5 階は、 1.5 階は、FR2 梅の初の、はい、関西店舗ですね、うん、そうですね、はい、こちらは、おー、こちらになります。梅いいですよね、結構好きなんですけど、はい、この可愛い入り口がレジのほら、あの形が、あ、本当だ、梅の花になってる、梅の花のマークにしてあります。そこも社長がこだわったんですか。そうですそうです。あ、ちょっとあそこ頭ぶつかんないようにしてって言って、あ、そうですね、ちょっと高くしてもらったり、くぼんでいるからね。へえ、かわいい。提灯もね、さっきと形も違ってね。そうなんですよ、こっちはね、こっちはだから一応 FR2 の、まあ、レディースのような位置づけで、うんうんうん、ね、でもサイズ的に T シャツとかは男性も、ね、はい、男性も買ってもらってるんですけど、うんうんうん、そうなんです、そうなんです。でもね、ワンピースとかもあるから、確かに女の子がね、うん、はい、今日も梅を、あ、これ違う、あ、梅です、梅、大阪の梅、大阪、あ、そう、限定、あ、そうだ、梅の限定を、ひみかさんお願いします。ここですね、ここ服の説明、あら、あそこじゃない、あ、ここ、あ、それ、それだ、それだ、え、かわいい、そのなんかアロハシャツみたいなのね、これかわいいですよね、かわいい、こんな感じ、あ、いいですね、ここでしか買えないから、あ、ありがとうサービスです。かわいいね、かわいい、うんうん、この牛、あの壁も障子っぽくしてるの、うん、そう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 、わざとあの和の感じで、うんうんうん、作ってますねいいです、なんかさっきがすごいせ、あの天井が高かったから、逆にこっちがなんか低くて、急にね、そう、あの、なんだろう、隠れ家みたいな感じで可愛い、確かに、うん、でもボックス感があっていいですね、うんうんうん、はい、いいかもしれない、そうそうそう、あ、水着が新しいかな、うん、最近出たね、はい、そうですね、可愛い、と、あとムスとプーマとのコラボのスニーカーもまだ買えますからね、うん、確かに下着とかこういうのもさ、梅しかないもんね。そうです。そう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 、ね、だから女の子が喜ぶお洋服がいっぱいあるかしら。はい、うん、うんうんうん。あ、これはなんて書いてあるんですか？これはね、ちょっとエッチな感じで、うん、まあダブルミーニングですかね。ちょっとまあ自分で検索してもらって。はい、俺の口からはちょっと言えない。はい、そういう感じ、そういう。で、もっとピンクにしてもよかったな、ここ。何、どこですか？白をね。ああ、うん。白じゃなくてピンクでもよかった。ああ、全部ピンクにね。うん、まあ、ただ、うん、ピンクになっちゃうと商品の色が分かんなくなっちゃうんで。ああ。選んだ時にね、家帰った時にギャップが生まれちゃうかもしれない。そうですね。レジだけはピンクにしてもいいかな。うんうん。梅っぽいのがいるね、まあ、そこはね、しかもこのサイネージもなんかあの、なんだっけこれ、障子です、雪見窓みたいな、
月見窓か。あ、月見窓か、うん、ですね、うんうん、そんな感じですか、はい、で本来はこれ1階 1.5 階なんですけど、2階と 2.5 と3もあるんですよ、うん、まだ何も手つかずで、あれ、はい、じゃあ半分しかできてない、半分も使ってない、あれ3分の1しか、今これからは、いやだからどうしようかなと思ってね、え、なんかひみかが店やればいいじゃん、ひみかの朗読会、ひみかの店やればいい、ひみかが一人で待って何してるんだろう、また音読してる、音読、あと占いしてくれたりとか、ひみかみたいな、うーんみたいな、ちょっと良くないかなとかするの確かに、なんかそういう、これ広いんですよ、だからそこの上も、あ、そうなんですね、同じ、そうか、敷地があるから、そう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 、じゃあこれからなんかあるかも、確かにかもしれない、なんかいろいろ、まあお客さんの属性を見てなんか増やそうかなと思って、うん、まあ、隣にほらガチャガチャのお店とかもすごい人入ってるから、確かに、まあ、ガチャガチャやってもいいし、あとなんかゲームセンターみたいにして、うん、あのなんだっけ、プリクラとかね、うん、入れたりとかしてもいいかな、確かに、そう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 、まあカフェにしてもいいかなと思ったんだけど、まあ、ちょっとカフェにするとね、トイレ問題とかね結構大変だから、歩き疲れてる人がいっぱいいそうだから、そうだ、休める場所があったら、でね、なんか物販もして、でもほら荷物をさ、みんな持ってるじゃん、外国人、確かにエスカレーターじゃないですかね、そうなんだよね、そうか、じゃあそうね、2階までぐらいがいいかな、そうだからもう、うん、別に3階までフルに使う必要なくてもったいないけど、うん、上まで引っ張るのって難しいよね、お客さんをね、うん、よっぽどなんかないと、うん、でよっぽどなんかわかんない、ヒミカの占いが世界的に流行れば世界的そしたらヒミカさんが占いの日ここにいたら、もうここ行列でここじゃあ売れるまでここで修行してなんかそういうのをなんか作れたらやってもいいよね、上でね、うん、え、ここだけ貸してほしいみたいな人いないんですかね、いるいるいる、いますよね、いるいる、それでもなしですか、だからさ、うん、いや、いいんだけど、俺らはだから家賃もらえばいいじゃん、別に、はい、もしやるとしたらね、うん、それは僕らは別に何のリスクもないけど、はい、だから引っ張れる人だったらいいけどね、うん、あとなんかブランディングがブレちゃうってもあれですしね、逆にかわいそうな気がする、ね、うん、やりたい人いっぱいいるんですよ、いや、いそうですよね、FR2 の上空いてるんだったらね、うん、借りたいみたいな、うん、でも本当に実際上まで上がってきてくれるかわかんないじゃん、うんうん、見えないですもんね、そう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 、外からのところね、そもそも大きく作るのがこうスタイルじゃなかったですもんね、そう、初めてだったね、大きい店舗、うん、ちっちゃい店舗でっていうところがね、うんうん、ちっちゃい店舗でむちゃくちゃ稼ぐっていうのをやってたんで、うん、こういう大型店は本当に初めて、うん、ワンキッシュの時もやったことないかも、このサイズは、うんうん、じゃあ自分自身でも過去最大の、うん、大きい店舗ですね、ちょっと緊張してましたもんね、なんか売れるかな、うんうんうん、大丈夫かなって、めちゃくちゃ売れた、うんね、こだわり詰まった店舗にね、一人でもたくさん来ていただけたら、ね、嬉しいですかね、ぜひ、はい、大阪に来たら、はい、寄ってください、はい、はい、あとね、だから実は明日、はい、FR2 この FR2 の大阪があった場所が、はい、リニューアルして、はい、FR2 ゴルフの大阪店になりまして、はい、明日がオープンになります、はい、ついにね、うん、関西にも初上陸で、うんうんうん、さっきちょっと見てきたんですけど、うん、あれですよね、すごいいいしょ、うんうんうん、なんか今までで一番好き、いや今までで一番いいかも俺、あの店が、うん、うん、なんかあのね、鏡張りで、あのお店も広く見えるし、うん、なんかちょっとこう、なんていうの、あの正方形でさ、うまくまとまってるね、うんうんうん、お店の中が、うん、グリーンの割合もなんか良くてね、そうそうそう、結構あれはいけるんじゃない、うん、はい、あと福岡もそうですね、同日明日、はい、そうですね、リニューアルオープンで、うん、はい、大きくなりましたんで、はい、一気に3、そうだね、ここと入れたら3店舗行って、はい、新日本回らないといけないですね、確かにそうですね、そうそうそう、ぜひ関西のね、はい、福岡、うん、行けたら、来てもらえたら、覗いてください、はい、じゃあ、はい、大阪編でした、はい、ありがとうございます、はい、皆さんありがとうございました、はい、ぜひ来てください、ぜひ来てください。
ください。ありがとうございます。Wow.